聴者に聞いた人には聞きづらい性の悩み、答えますす。何聞いたの？ということで、性にまつわるこう悩みって、なんか誰に聞いていいか分かんなかったりするじゃないですか。うん。なんで、ちょっと今日はね、ちょっとそういう人に聞きづらいようなその悩みを視聴者の方に募集しまして、はい、あえてそんな、で、取り立ててここでやらなくていいです、まあ、僕たちカップルと、カップルじゃないですし、まあ、仲睦まじく結婚生活を送っていらっしゃる夫婦の方にね、ちょっと、こんにちは。はい。1級7さんですよね。いただきまして。はい。なんでメガネとかかけてミネ夫婦でございます。ミネさんじゃ。ミネさんだから。お願いします。ミネ夫婦。成婚したんですか？何？知らないんですけど。はい、何？やっぱりこういう質問においては、やっぱそのカップル的視点と、その夫婦的な視点と、どちらもあれば、ね。一応違うんじゃないの？視聴者の方もちょっと解決に向かっていくんじゃないかと思います。そうだとしたら多分間違えてますよ、集まる人。やっぱそういうあれにはやっぱ お詳しいですか、その性事情とかそういうのに。恥ずかしいけれども、はい、私たちも声でか何回だっけ。そうだね。何毎晩やってるんで、僕たち。恥ずかしいけれども、はい、結構、だって結婚生活では長いんじゃないですか。そうそうそう、長い。10年ぐらい。10年ぐらいかな。ついていけない。待って。毎晩やってて、そうそうそう。まあ、例のあの日はもちろんあれだけど、しょっぱなから下ネタと嘘をやめてくれませんか。でも、日給奈々さんじゃん。何回も普通に話しましょうよ。何回もとかじゃなくて、何回も何なんですか。恥ずかしい話なんですよ。なんで声でかいんですか。時代のやっぱその悩みとかも、まあなんとなくわかるから。そう、うちらが抱えてた悩みみたいなのもあるから。みなちゃんすごくない？何だって10年とかもやっぱずっと一緒にいる中でも、いまだにこう毎日されてるっていうのすごいですよ。どういうこと？何？何が本当なんですか？ちょっと待って、ついていけなくなっちゃうから。まあ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 、言わないでください、そんなこと。その話を。ちょっと、何？もう言っちゃうとそうね。まあまあまあ、もう何？まあまあまあ、何？ねえ、九七さんと普通に話したいんですけど。まあまあまあ、何してんの？聞いて聞いてみたじゃん。まあね、僕たちもさ、そういう風な夫婦になれるようにね、ちょっと、そんなことしたくないし。じゃあ早速。何なの、ずっと。全然無理やりじゃない。アドバイスを、そうそうそう、させていただくっていう。いらない、困ってることがあるならば、声すごい通る。まあ、指針になればいいかなと。そう、全然なんかお笑いのアドバイスとか欲しいです。笑いってなんだっけ。なんでどうしてそんな腹から声出せんのかとか知りたいんですけど。漫才？漫才これ止めんの？聞いたことない。エッチな話するのはちょっとこれからってことで。私してないの？何よ。早速ね、質問の方に行ってみたいと思います。やだやだ、聞きたい。何？そういう雰囲気になった時どっちから誘うべきですか？いいよ、その。これは確かに。ずっと続くの？これやだ。もうお二人どうですか？もうやだよ、私。まあやっぱり、どうして答えられるのこれ。これまでのね、その昭和とか、その辺はやっぱ男性がリードした方がいいっていうね、風潮あって、すごいプレッシャーだったイメージあります、僕的には。でもやっぱり女性の方がエッチだから、女性の方から誘った方がいい。なるほど。ハキハキとエッチとか言わないでほしい。性欲の強さで言うと女性の方がやっぱ強いから。ねそう。男性は年々だけど、女性は年々。ああ、なるほど。そうそうそう。なんで恥じらいとかないんですか？どこに捨ててきちゃったの？何が？何？なんで堂々とそんなこと、なんで？わかんない、もう。ちょっと、いや、過呼吸になってる。大丈夫？私も入れる話したいんですけど、せっかくなら。確かに、りなちゃんの方も聞きたいわ。違う、私がこの話に入りたいとかじゃなくて、違う話題の話をです。なんでもいいんで、なんでもいいんで、違うことにしません？皆さんは、どこに出しますか？ちょっと、うわー、出す場所、
やっぱ悩んじゃう人多いみたいですね。発症か、はい、だから、それはもちろん夫婦となると、うん、まあもちろん一箇所ですけど、はいはいはい、カップルの時はよくどこに出してたかって話かな、うん、あ、やっぱそうですね。カップルだといろいろ選択肢があるけれども、うんうん、夫婦となるとやっぱ逆に一個になってくるんですか。もう一箇所しかない、まあ、そうだね、うん、それ気になる、どこなんだ。なんかここの間だよね、うん、なんかコントといえども顔出てんですよ。ここいいですね、えここの間かな。ここ、うん、あーなるほど、もうじゃあもう無理、もう無理、またまたメガネとか外して、もうなんかちょっと見えづらい方のために、ね、近くでちょっとやる。皆さんに会いたい。 ここのここらしいですね、はい、はい、リナちゃんで言うと、リナちゃんで言うと結局ゆっくり動かすか早く動かすかどっちがええのという質問が来ました。関西人の方か。そうですね、分、うん、かんない。関東と関西ってこっち全員関東ですもんね、うん、あ、関東だ。僕は一応広島なんで、あ、西っちゃ西、西っちゃ西、ね、確かに西と東でなんか違いとかあるのかな。逆に、はい、その自分の特徴っていうよりは、はい、東の特徴しか僕分かんないんですよ、うん、であ逆に、はい、東側は西の特徴知ってる。だから、はい、だから、うんうん、まあ簡単に言うと、はい、自分の特徴って分かんないじゃない。あ、そうか、あ、そうそうそう、比較できないから、そうそうそう、自分が普通と思ってる速さでやってると、うんうんうん、その要は相手じゃないと比較対象がないから、そう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 ってことですよね、うん、はいはいはい、はい、東の私が、うん、早めにダカダカやると、うんうん、西の彼は逆だから、東と西の考え方ってゆっくりめにダカダカなるのよ。うどんの出汁とかの話しません？もう味がね、濃いとかカールが売ってるとかの話しません？うんうんうん、東と西の話ならなんか逆です。あ、もういいです。カールのね、そうそう、カールの話しましょうよ。もうちょっとね、いいいいいい、ないって、そんな人にさ、東と西でそんな、いや、わかる、カール、うん、とかとか、お菓子、めんつゆの出汁とかあるじゃないですか。うん、何の話したいってこと？ね、カールとか、カール、カールとかが売ってるの売ってないとかの話したらどうですか？カールって、曲がってるお菓子のね、うん、あ、曲がってる、そうそうそう、こういう感じの、あ、そういう感じ、あ、西もちょっと、うん、西はもうちょっと狭い、なんかやめて、なんかやめて、なんか結構こういう、あーすごい形のお菓子、人差し指も使ったらどう、うん、あー、なるほどなるほど、小指もなんであえてそこ、難しいよね、中だけでね、そうなるってことだから難しくしてんじゃん、こういう、あー、なるほど、こうでいいじゃん。いや、分厚さを表してくれてこれがカール、いい、カールなら出てくるもん。はい、ということでね、ちょっといろいろね、視聴者の方の性のお悩みについて、ちょっとお二人にもお伺いして、すごい参考になる話聞けたなって思いました。リナちゃんがね、やっぱり視聴者の方の質問じゃなくて、そのもう私個人が二人から話聞きたいのにっていう風にね、すごい、怒っちゃったんで、そういうテーマやめようよって。今日のところ視聴者、なんであえてそんな。募集コーナーで、ちょっとここで終わりにします。ありがとうございました。いや、全然もう、はい、うん、聞かなくていいじゃん、そんな、せっかくフォロワーさん増やして聞くこと、それまた何かあったら、うんうんうん、しみようとしないでください、今私のターンなんで。じゃあ最後ちょっとお二人から、うん、やっぱ僕たちまだまだその新参者というかね、まだ歴も浅いのカップルなんで、うん、とかもないか、そう、それもやめて、ずっとそれも、それもずっとやめてって、もうさ、やめようってしてたら、もうどんどん仲良く仲良くしてもらっていいですか。でもやっぱりすごい、ね、女性を熱くさせるテクニックは、はい、本当にすごいから、あ、確かにおにやちゃんもう発情しちゃってましたからね、発情とか言わないでもう、泥の状態のことをさ、もうやめてって、燃えたところに薪をくべてるようなもんだよ。燃え上がっちゃってるってことだよね、よりね、うん、あれなんですけど、本当に、はい、すごい、今日はね、すごい、うん、熱くなっちゃってるから、はいはいはい、まあ、この熱を冷ますことなく、ゴールインしていただきたいです、うん、なるほど、じゃあもう、自信をね、与えていただきました。このままでいいんだということでね、この私も頑張っていくぞと、思いました。ということで、じゃあお二人も皆さんもありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました、すごい笑顔、うん、もう帰ろう。